もう大丈夫。さあ支度しましょう。星に帰る旅の。気流は掴んでる。もうすぐだ。いよいよだな、団長。改めて実感するな。たどり着いたのね。忘れられた空、ゼーガグランデ空域へ。やったな。これでまた空の果てに一歩近づいたぜ。うん。空の果てが近づくのは嬉しいですけど、お？こうしてずっと旅を続けるのもいいなって思うんです。私、みんなと一緒の空の旅が楽しくて、いつまでもこうして旅を続けられたらって。そうだな。気候も安定してきたみてえだし、みんなの様子を見に行こうぜ。カタリナ。
なんだ、ルリン。この世界の空の世界の端っこってどうなってるのかな。壁があるのかな。まさか。いや、しかし、そういえば考えたこともなかったな。あなたはどう思いますか。想像できないけどワクワクするだな。オイラも楽しみだぜ。なあなあ、オイラたちが目指している星の島イスタルシアだけどよ。そいつも空の果てにあるんだったよな。お前の親父さんが待ってるっていう。空の果てか。どんなところか見当もつかないな。ふん。でもわからないからワクワクするね。ルリアもこいつと同じこと言ってら。ルリア、なんだか嬉しそうだな。この空域ではどんな冒険が待ってるのかなって。そうだな、さまざまな出会いもきっと待っているだろう。それにしてもいい風が吹いてやがる。この風、なんだか懐かしい感じがするわ。え、ロゼッタってこの空域に来たことがあるの。あら。さて、どうかしらね。もうすぐまたそうやってはぐらかすんだから。野暮なこと聞くなってことだよ。お子様には難しかったか。うっさいわね。子供扱いしないでっていつも言ってるでしょ。そうよ、ラカム、イオちゃんはもう一人前の立派なレディなのよ。ちっ、2対1じゃかなわねえなっと。イオちゃん、頼りにしてるから。ふふんだ、魔法使いとしてだって成長してるんだから。子供っぽいのはラカムの方なんだから。まあまあ、イオちゃん、気分を切り替えて新しい空を楽しみましょう。新しい空域ってのはいいもんだ。初心に帰れるっつうか、空の世界がまた好きになれるっつうか。ええ、安心しな。見張りはきっちりやってっからよ。何かあったらすぐ知らせるぜ。よろしくお願いします、オイゲンさん。おう、任せときな。団長は今のうちにみんなの様子でも見てきたらどうだ。まだ境界を抜け切ったわけじゃねえ、気抜くなよ。みんないつもの調子って感じだったな。さて、停留できる島そろそろ見えてこねえかな。ん、みんな構えろ、魔物だ。ライバーンの群れだと？雲にかぶ。出会ったのか？いいよ、ロゼッタ。下げ側の奴らを迎撃してくれ。わかった。この野郎、邪魔するんじゃねえ。いや。いい調子。やっ、このまま行くよ。どこだ。
じかな。いい反応だぜ。ケーキ漬けにはちょうどよかったな。ざっとこんなもんだぜ。やりました。あれ、しねえと本当にまずいぜ。Thank you.
邪魔されて声が届かない。気をつけて、仕掛けてくるわ。くそ、こんなのありかよ。全員無事か。今ので動力部をやられちまったらしい。このままじゃ浮力喪失コードまで降りちまう。おいで。わかった、修理は任せろ。そっちはギリギリまで落下速度を抑えてくれ。万事休すとは思いたくない。限界までやるぞ。できたが、次もうまくいく保証はできねえぜ。あいつ、正面に回り込む気よ。この距離じゃどっちみち避けられねえ。みんな、衝撃に備えろよ。どうだ、こっちくしょうが。一応まだ、無事、みたいな。バハムートが選手に攻撃の攻撃だ。次の手に出る時間を与えるな。攻撃を続行するんだ。やったか。やれやれ、一時はどうなることかと。俺、ルリオ、ダブリエイ。深い暗闇の中、ルリアの声が聞こえる。以前にもこんなことがあった。あれは旅の始まりとなった日、帝国から逃げてきたルリアと出会った日。助けてあげたいと思った。でも私は命を落として
今度は私があなたを助ける番です。私の力あなたに預けます。私の力を使ってください。きっとあなたなら。命のリンク。ルリアは不思議な力で一つしかない命の半分を私に分け与えた。その事実がくすぶっていた空の果てへの憧憬を旅立ちの決意へと変えてくれたんだ。空の果て、星の島イスタルシア、あらゆる望みが叶うとされる伝説の地。そう、ルリアと仲間たちとイスタルシアを目指して旅をしている。イスタルシアにたどり着けば私とルリアの命のリンクもきっと。私は今どこにいるのだろう。そうだ、船から落ちてしまってルリアとピーも。状況が影響してんのか。実はさっきからルリアが見当たらねえんだ。きっと近くにいるはずだ。あたりを探してみようぜ。